魚沼市、魚沼市は、新潟県中越地方の南東部に位置する市。周囲を山に囲まれた盆地で、陶器は2メートルから3メートルの積雪がある、特別豪雪地帯である、気象、環境三省。上越新幹線で、新潟駅から40分、東京駅から90分の位置にあり、陶器のスキーは重要な産業で、また、南魚沼市、小千谷市、東下、城市ともども、 魚沼地方は稲作が盛んで、魚沼ノマ山越し光の産地の一つとしても知られる。平成十六年十一月一日に、北魚沼郡に属した堀之内町、小出町、湯の谷村、広上村、相門村、入広瀬村の六つの自治体が合併して誕生した。東西約三十七キロメートル、南北約五十二キロメートル、面積九百四十六点七六キロメートルで、 新潟県の面積の約7.5%にあたり、市内の84.25%は森林である。新潟県の南東部に位置しており、福島県と群馬県の県境に接し、その一部は小瀬国立公園及び越後三山た見国定公園に指定されている。市内は特別豪雪地帯指定地域であり、記録的な豪雪を過去何度も記録している。 1945年2月25日に最新積雪量4メートル40センチメートルを小出観測所で記録している。スモン地区では1981年2月9日に4メートル63センチメートルもの積雪を観測している。西暦702年に書かれた俗本紀に本気にウオネマ軍の存在を推定させる記述があり、これ以前にすでにウオネマ軍があったと思われる。 また、旧南魚沼郡大和町、川口町を含む旧北魚沼郡の全域、小千谷市の一部を含む地域は、矢ブ上ミ荘と呼ばれる荘園であった。合併による、新市発足を8日後に控えた10月23日に、新潟県中越地震が発生し、震源から、ほど近い当地域でも、死者5名、全会75世帯を数える。魚沼市の歴史は、 震災復興から幕を開けることとなった。合併以前よりこの地域は、小出地域を中心として、小出協と総称されることがあり、特に1960年から1970年代を中心に合併前に建設された公共施設や組合等の名称に使われている。また天気予報等では、魚沼北部地域、地区、他に北魚沼地域、地区、北魚とも言われる。 大平悦子は新潟県内では初となる女性市長。合併当初は九六が町村議員がそのまま市議員に就任する在任特例で市議会議員が96名いた。しかし人数は多く歳費の圧迫。市民運動での発表では年間2億円の負担増とのことにつながってたために市民などから批判が多数出て解散を求める。 住民投票運動が起こったため、市民の声に応えて自主的に辞職する議員もいたが、最終的には2005年5月31日に議会による自主解散、同年7月3日投票による市議会議員選挙を行い、新たに26名が選ばれた。2009年6月28日に任期満了に伴う選挙が行われた。この時には定数が2名削減され、 24名が新たに選出された。2013年6月23日投票の市議選挙では、さらに4名削減され、定数20となった。市役所は、分庁舎方式をとっており、合併前の各市町村の役場がそれぞれ分庁舎となっている。小池病院は二次救急病院として、救急車搬送による救急外来や専門的治療をも行っている。 1972年に現在地に移る前は、旧小出町本町にあった。外洋消防本部、魚根町四日町450の一管内面積、946.93、経平方メートル職員定数、72人消防署、1カ所、出張署1カ所主力機械、2006年4月1日現在、普通消防ポンプ自動車、2水槽付消防ポンプ自動車、 一、1> 1はしごつけ消防自動車。一、高規格救急自動車。四、救助工作車。一、指揮車。一、小型動力ポンプ付け水槽車。一、その他。二。以前は、新潟地方法務局、小出出張所、湯の谷地域があったが、現在は6日、長支局、現南魚沼支局に統合され廃止された。建物は、小出出張所時代に移転新築されたが、 数年間しか使用されなかった。右往沼市選挙区、定数一詳細については、新潟県議会を参照のこと。市内には裁判所等司法機関はなく、簡易裁判に関する事案の第一審の裁判は、長岡簡易裁判所、司法事件の第一審裁判は、新潟地方裁判所長岡支部、家事審判、家事調停、少年審判、 福祉犯罪等の刑事訴訟の第一審裁判、審判は新潟家庭裁判所長岡支部となり、区検察庁、新潟区検察庁、地方検察庁、新潟地方検察庁等とともに、長岡えりの管轄となる。2010年時点での統計市内は、専業農家より、兼業農家の方が多い。第一次産業の人数は、専業農家だが、大多数が高齢者である。 過去には、落農、養豚等も含めた種であったが、近年は、稲作や畑作が多い。第二次産業は1960年代に、アルプス電気の進出によって徐々に、工場の進出、誘致が増えて携わる人が増えた。また、1950年代頃から、奥多田ミダムの建設でも、第二次産業に携わる人が増えたこともある。第三次産業は1980年頃から、 携わる人が増えた。他に、本場の南魚沼市山戸地域ほどではないが、スイカ、発色スイカ、特に、入広瀬地域や湯の谷地域での山菜、JA 北魚沼、旧、JA 湯の谷村の自然書、湯の谷地域銀山平、奥多田美地区の岩根や鮎、うぐい、早やかじかさくらます山芽や山菜、缶詰、ハムウィンナー等の加工食品等がある。ブランドである、 越後餅もちぶた、豚もちぶた等があるので、それらを使用した製品もある。ただし、路線バスは、南越後、観光バスのみである。市内には、公安委員会の指定、認定の有無含め、教習所は一校しかない。公安委員会公認校のため、応急救護教習、高齢者講習、特定任意高齢者講習や、初心運転者講習等も行われていて、 他に、月1から2回、日曜日の朝に、校内コースが、魚沼市交通センター主催の、原動着付け自転車免許技能講習の会場にも、利用されている。なお、当期間は二輪車の教習、検定は、公設のため行われない。以前、1960年代、1970年代頃、までは、全国的にも5から7桁市外局番、加入者番号が3桁。 02579XXX だったり、当時電話番号が計8桁だった。非自動局及び半自動局が完全自動化されるまで、後に市外局番6桁で市内局番が全くない状態、02579XXXXX だったが、1960年代に小出2局については、他地域より先行して市内局番がついが、 残りの4.56.79局番地域では1980年代前半まで市内局番がなく、それ以前は合併前の旧六町村内では他の地域にかける際は市外局番から回す必要があった。市内通話は加入者番号のかまたは4桁のみをタイヤル。また4.56.79局番地域では加入者番号が3桁から4桁に追加の際、 番号の配列や桁数の関係から加入者番号が4桁の最初には0や1が使われなく市外通話の発信番号や特定用途の識別番号と重なるため当初は2から始まる電話番号 02579X-2XXX 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 であった現在では3.45.6も使用されているちなみに小出二極エリアは加入者番号が三桁零二五七九 XXX が4桁になる際、加入者番号の頭に、0をつけて、025792から0、XXX となった。4.56.79極番地域については、合併前から旧堀の内町、旧小出町では必要だったが、旧湯の谷村、旧広上村、旧須門村、旧入広瀬村では合併して、魚沼市になった現在でも、現住所、 保管場所両方が、旧村域であれば不要である、元2000年6月1日時点で村であった地域は、今後法改正が行われるまで不要。ちなみに、旧小出町と、旧湯の谷村、旧堀野内町と、旧広上村のそれぞれ一部地域で、旧町村境界線が入り組んでいるため、住民の中には保管場所が、旧村域でも住居が旧町域であるため必要になる。また、 合併前に、車庫証明を申請、交付を受けている車両は、交付された保管場所表彰の都道府県、市長明欄には、旧村が記されている。市内の小中学校、高等学校はすべて公立校である。公共交通機関はあるものの、上越線は1時間に1本、特に、ただ線を含め路線バス等が1日に数本という、ダイヤで利便性が悪い地域のため、 モータリゼーションが発達している。東日本旅客鉄道、JR 東日本一社のみが運営しており、上越新幹線と在来線に路線が市内を走っている。地域には JR 上越線、只見線の2路線が走っている。小出駅は両線の接続駅。また、上越新幹線が地域を通るが駅はない。最寄りの新幹線駅は、 南魚沼市の浦佐駅で市内中心部から車で約15分小出駅から上越線で10分現在は撤去されているがかつて只見線の小出地域四日町地内の県営羽川住宅一棟北側付近から電源開発敷地内まで小出駅方面から貨物支線の線路が敷かれて材料を積んだ貨物列車が出入りしていた 南越後、観光バス、越後交通グループ1社が、市内外各路線を運行している。宅管制、整理券方式で、後乗り前折り小払い方式である。また、エリアによって、フリーパス運転、バス停以外の場所からでも乗降が可能を行っている。市内を含め南越後観光バスエリアでは、乗車カード等は導入されていないため、現金または、 回数乗車券での支払いとなる。積雪が多いために、市内を走るバスは、ノンステップバスやワンステップスと呼ばれる低床バスよりも、リアエンジンの従来型バスの方が運行されている。旧小出町発着路線の一覧については、小出駅路線バスを参照。その他の路線を以下に掲載する。国道2 5人号、国道3 5人号は、豪雪のために、 県境付近は、冬季閉鎖される。このほか、国道17号では、浦佐バイパスが、虫屋地区から、南湯を沼市市、野江港まで建設計画され、一部、浦佐地区で、完成、供用されている。エリア別に見る際は、合併前の旧町村の記事を参照、冒頭の図らリンク可能、など。かつてはこのほかに、旧スモン村内に、 越後アクシオムスキー場、旧名本原道スキー場、旧入広瀬村内に中方スキー場が営業していたが共に廃止されている。など。など。国内。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。